ある男性に聞いた話なんですが、彼の出身は雪深い東北にあるんです。で、雪が降りしきる中、里帰りした時の話なんです。彼の家は駅から遠くて、その時は雪が降りしきる中、歩道に積もった雪を踏みしめながら歩いてた。いつもから荷物はキャリーバッグに入れて運ぶんですって。で、まあ、雪はよく音を吸うって言われてますよね。でも全然音がしないんですって。そんな中を自分の雪をこうザクッ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 踏みしめる音をさせながら歩いていく。彼の家に行く時の道って途中から森の中を通るんですって。で、森の中を歩いていると自分のザクッ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 っていう雪を踏み鳴らす音に混じって、人のボソ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 と話す声がした気がしたんですって。あれ?と思ってふっと立ち止まる。シーンとして何の音もしない。ああ気のせいかなと思って歩き出すと、やっぱり誰かのボソボソ話す声が自分のザクザクっていう足音に混じって聞こえる。あれやっぱ聞こえるなと思って立ち止まると、シーンとして何の音もしなくなる。シーンと静まり返った森があるだけなんです。もしかしてなんかキャリーバッグのタイヤの音が雪の上を滑らせた時にこうなんか人の声みたいに聞こえんのかなと思ったんです。まだ歩き出すとやっぱり誰かのボソ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 って話す声がする。そのまま歩いてると、最初ボソ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 言ってた声がだんだんはっきり聞こえてくる。男女が喋ってる声なんですって。そこまで聞き取れるんですって。で、はなんだこれ?とパッと始まると話し声がピタッと。シーンとして何の音もしない。おかしいなと思って歩き出すと、ボソボソ喋っていた男女の声がだんだん言い争うような声です。言葉じゃ聞いてない。でも、ラララララ何か言い争ってるんだ。これ絶対キャリーバッグの音なんかじゃねえ。激しく声が出て彼は言い争ってる。パッとも立ち止まる。シンとしてピタッと音が止む。怖くなった彼は走り出すことにしたんだって。だって走り出す瞬間にわーって倒れてる。もう最初と比べ物にならないくらいの何かを激しくやった。あーと思いながらバーッと見るみたいな。よかった。その瞬間男女の声がピタッて言った。彼が立ち止まると一切何の音もせず静まり返って、だよもう彼がそうつぶやいた瞬間、笑い声が森から聞こえて、彼が一歩踏み出した瞬間一切誰かの声がしなくなったそうです。